はい、こんにちは。アロヤのバイオリン講座の、今日は基礎編、クロイツェルの教則本の成り立ちを一緒にちょっと解明していきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。クロイツェルの教則本、これですけど、これよくあるやつですね。よくある日本版、はい、まあちょっといろいろ緑色もあるけど、これ白ね、うん、はい、全部で何曲ありますかってやつですね。はい、まず42ですね。42あるんですよね。はい、でエッセンスだけこう書いてあるので、うん、それがどういうふうな成り立ちになってるか、ちょっと今、ちょっとこう線引いてみました。はい、そうすると1番から14番までね、うん、が基本編です。これいろいろ、はい、いろいろな基本の練習で、ここから、15番から22番までが、あ、これは何でしょう。トリル。そう、トリル。トリル編です。そう、42のうちの8項目がトリルです。そう、トリルいっぱいですね。はい、はい、ではちょっとここ飛ばして、今度32から42は、はい、何でしょう。これは重音です。はい、重音です。ですね、42曲のうちの11項目が重音。はい、これで分かることは、トリルと重音は大事。ちゃんと練習しなさいよってことでね。嫌ですけど。はい。それから23番から31番はいろいろな弓の練習ね。はい。これが9項目あります。だから最初の14番までが基本編ですから、ここからあと目的に持ってその練習するっていうのがいいですね。で、トリルは、まあ、指をこう交互に動かすということで、バイオリンはそう先頭って取れないのですごく大事なんですね。それでちょっと、先生にやってもらいます。できるかな。できます。はい、ここにトリルの11番っていうのがあります。これは何の本かというと、ハイフェッツ先生の音階練習ですね。はい、ちょっと恐ろしいですね。はい、ですね。それの11番、やってみますね。どんな風にして弾いていただくかというと、ソーラシドレミファソってなってますから、はい、まあ全部やらなくてもいいから、まあこの辺ぐらいまででいいですから、ソーラソ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 ラシ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 ラ、一小節をタンタタタタタタタ、そういう形でちょっと一緒にやってみましょうか。はい。はい、まあこの辺ぐらいまでやってさ、すいません、僕一つ抜かしました。はい、そう。どういうことをこれやってほしいかというと、今みたいに弾くのは誰でもできますよね。うん、で、いろいろハイフェッツに僕習ったことないけど、まあ、多分こういう練習したらいいかなっていうの。例えば、他の指を全部残すじゃなくて、動く指だけで練習する。で、特に1の指っていうのはネックにこう近いですよね。だから、一度この層の音で、ここ取ってみて、あるいはここでファーシャープを2の指で置いてみて、まあ、こっちよりも3の指の方がやりやすいね。そしてここのところのネックのここの触るところを少し、うん、開ける。ちょっと先生やってみてください。そうそう、どんな感じがします？安定感ありますでしょ？ありますよね。じゃあ今度ラーシラってやるときに、3の指またやっぱ層に置いといて、そうそう、どうですか？割としっかり動きますね。はい、で今度 C ドシっていう時はミのところに1の指を置いて C ドシ、どうですか？あ、かなり安定感、そうでしょ、いいですね。はい、うん、そういう練習をしてほしいんだよ。それは指は結構、じゃあ何か隣の弦を、うん、そう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 、でそれの練習をしてほしいのが、うん、ここまであります。はい、セーブシック、セーブシックです。これの、1巻2巻に分かれてます。これね、2作あるんです。1巻2巻、はい、それで、オーパス7です。はい、7、オーパス7の2巻の方だったと思いますけど、ダブルのトリルが出てきます。
どこでしょう、どこでしょう、後半のこの辺かな、よいしょ、違ったね、よいしょ、はい、ダブルトリルが出てくるところは、あ、一貫の方かな、すいません、とても乗ってますが、こっちかな、こっちかな、あ、出てきますかね、あ、あった、はい、一貫の、一貫の方、オーパス7の一貫の20番、20番、これで練習します。そうすると、はい、ああ、そう、自分でね、はい、指の支えがコントロールできます。はい、やってみます。それでどういうふうにやるかというと、これラとラになってますね。だから、うん、ラは置いといて、はい、納得できたら今度はドとラを取って、今度はあと以下同分です。こういう練習をしてほしいんです。そうすると、うん、指板に対して指の高さが揃ってきます。あ